PC サクセス本社看板 PC サクセス本店名版 PC サクセスはかつて存在した株式会社サクセスが運営していたコンピュータ関連商品の通販直販店秋葉原電気街の界隈に本社と2店舗を構え価格 .com やコネコネットなどの価格比較サイトに最安値で製品を多数掲載販売し価格競争を繰り広げていたことで知られるまた 楽天やライブドアで応援家具の販売を行うイージーサクセスや釣り情報サイト、釣りネットも運営していた。現在は東京地方裁判所に自己破産を申請し受理されたため営業を終了している。1999年8月に杉浦敏夫が代表となり設立した。杉浦はラオックス元社員で秋葉原の同社の大型店舗。 ザ・コンピュータ館を初代店長として立ち上げた人物としても知られる。当初は秋葉原電気町外れの昌平橋通りの妻恋坂交差点各のビルに店舗を構え、当時急激な拡大傾向にあったインターネット上の価格比較サイトなどで競合他店よりも低い低価格を徹底的に誇示する通販主体の商法で売り上げを伸ばして行き、ショップブランドのパソコン本体の販売も、 大々的に展開した。2002年には、外神田だ1丁目に2号店をオープン。2005年には、本店も外神田三3丁目の PC ショップの激戦区と、呼ばれる地域の一角のビルの地下1階に移転した。その後も、秋葉原の店頭、インターネットの価格比較サイトともに群を抜く安さで、知名度を高め、2005年10月期には、 年間206億円の売り上げを計上するなど、前世紀には大手ショップにも被験する品ぞろえと、顧客数を誇った。販売規模を拡大していった反面で、社内システムやカスタマーサポートの整備拡充が全く追いついておらず、インターネット上の掲示板では、サポートの悪さや発想の遅さに対する批判の多さでも際立っており、一部では、バッシングや、 民事訴訟に発展した例もあった。価格比較サイトで常に最安値を誇示して存在感を喪失する典型的な薄利多賠償法をとっていたが、このことの裏返しとして利益率の低さが向上的なものになっており、資金繰りについては常々自転車創業と揶揄されるほど逼迫した状態が続いていた。また、価格比較サイトに掲出している価格が、 実勢相場に対して不自然なほどに安価であるの。対して、店頭の実売価格が実勢相場よりも高いということも左半時で、価格比較サイトを見る場合にも PC サクセスや同様の情報の信頼性に乏しい一部、競合点を事実上除外して比較するという方法が自作パソコンのユーザーでは上動になるほどであった。2006年、同社の経理面や、 同年3月期の決算内容について不明瞭な部分が存在することが露見したのと、愛前後して、金融機関への融資の返済が滞りがちになるなど、経営は逼迫の一途をたどる。同年9月には社長だった栗田勝が退任、当時代表取締役会長だった杉浦が再び、社長に戻り、経営改善を急ぐべく取引先に支援を要請し、資金集めに奔走した。 その結果、クバ爆ク下の資金の支援を得られたが、実情として、経営の立て直しにはほど遠かった。2007年、大和防情報システムから5億円の援助融資を受けるも、月末の決済で行き詰まり1月31日に、東京地方裁判所に対し自己破産手続きを行った。負債総額は、推定30億円。手続きが行われた日は、取引先関係者や、 債権者への電話連絡がないために、夕方から店舗、本社前に集まり、テレビ東京の取材も入るなど、現場周辺は一時騒然となった。この日は、前日1月30日に Windows Vista が発売された直後というパソコン需要の高い時期であり、一部では、Vista 搭載 PC の発注を大量に集めて入金させ、商品を発送せずに消えたのではないかという一種の、 計画倒産や、詐欺の噂もささやかれたが、関係者はそれを否定している。ab2kmj、サクセス破綻の裏側ハット pc サクセス戦いの、奇跡 http://co ロンススララッッシシュュ rp.rakuten.co.jp スラッシュ n, n e w s r e l e s e スラッシュ20077スラッシュ 1029.html ハット TWG 倒産したサクセスの PC サクセス延長保証は有効と改めて発表 C ネットジャパン。ありがとうございます。